はい、こんにちは、バスボーナスデイウィークリーです、今日はですね、新しく出ましたノタノタ S のバージョンのクリア、ね、透けてるでしょ。この度出ましたということで、再度ですね、私実際これ使うためにクリリンチューンしていきます。クリリンチューン必須なんでね、このクリリンチューンをするところ再度、手のドアップでね、見せていこうと思いますんで、ぜひ買っていただいた方はこれをね、元にクリリンチューンしていただいて、これからの、かなりこのルアーが強くなっていく低水温機、このノタノタ S クリアで乗り切ってみてください。では行ってみましょう。はい、ということで、まず用意するもの、ウェイト板重りですね、とスプリットリング、まあ僕出た流儀の3番で、ピアストリブルの、フェザーフック、これ6番でもいいですけどね、今回はもう7番でいきます。7番でも別に問題はないので、で、リングをやり替える時には、このね、このスミスのこれがすごくハイダップの西川さんから勧められて使ってると結構良かったんで、ね、このリングを交換するペンチ、では行ってみましょう。ではまずですね、1つ目、グリリンチューンっていうのは、ここの真ん中のね、こう上から見たらこの2つ、ここに、フェザーフックをつけるっていう、セッティングがありますので、ここに今もともとついてるブレードというものを、この前側ですね、前の2つに移動する。もともとはこの前の2つは何もついてないので、この小さなブレードをこれを前に移動していきます。ではいきます。最初みんなが戸惑う作業になっちゃいます。なぜかというとリングがすごくちっちゃいんで、取れました。本当にこのリングだけは細かいので、皆さん最初すごく苦戦するんじゃないのかなというふうに思います。取れました。付け替えていきます。でここで、そのままこれをここにつけてもいいんですけど、ちょっとあのリングが大きいので負担がかかっちゃうんですよね。開きすぎちゃうというか、なんでもここから僕はスプリットリングを入れちゃいます。先につけちゃいます。こっちに、ね、こんな感じで。これポイントなんですけど、ここをやるときはこの広い方のリングから入れてってあげた方が楽ちんです。小さい方のリングのね、細かすぎた作業が、大きい方を開く方が幾分楽ですね。ね、反対側も。これで、ここについてたブレードが前に移植されましたね。で次はここにティンセルフックをつけていきます。同じようにつけちゃいます。 OK、 これで移植完了。こういった形ね、横に針がつきました。このノタノタ S って上で使うもんなんで見えた方がいいんですよね。
なのでちょっと紹介し忘れとったんですけど、このカラーシールですね、これをつけていきたいと思います。これは個人で好きなようにつけていけばいいんで、好きなようにつけていこうかなと思います。可愛いね、なんかちょっと可愛くなった、ね、でこれで、一旦できたんですけど、あとはウェイトですね。ちょっとねウェイト足します。これではまだスローシンキングすぎて使いこなすの大変なんで、ここにさらにウェイトを足します。このぐらいのイメージで貼りたいので、同じぐらいの大きさで板おもりを用意します。まずは、このフロント側につけていきます。ここね、で大きさこのぐらい、何グラムなのって思うと思うんですけど、こいつが2グラムなんでほぼ半分なんで1グラムぐらいですかね、を前のフロントにつけていきます。中央になるように狙いを定めて、バランスを見ながら貼り付けていきます。はい、で後ろが、これぐらい、これぐらいって何グラムなのっていうと、さっき頭に貼った1グラムの約半分くらい、半分よりちょっと多いかな、 0.5 か 0.6 それぐらいを、約半分ぐらいの重さをこの後ろ側に貼っていきます。これでのたのた S クリア、クリリンチューンの完成です。やったことは、このブレードを前に移してティーンセルを横に増やして、板おもりを貼ったという感じですね。時間でぶっちゃけ20分ぐらいかかりました。ちょっとね最初のチューンが大変なんですけども、一回作ってしまえば普通にずっと使えるもんなんで、一回作ってしまえば、自分自身もこのルアーに愛が出てくるんで、その愛を持って今からの定数4機このルアーで仕留めてみてください。ということで以上になります。バイバイ。